ラントフルフトが起きた時代のドイツ帝国構成国。水色がプロイセン王国。ラントフルフトは19世紀後半のドイツ帝国で起きた農民の都市への流出による過疎化現象。ラントフルフトという言葉は、言外に農村地域での労働者の減少を嘆く農業経営者の嘆きが含意された否定的な用語である。1800年の時点では、 ドイツ人とされた人の約25%が都市に住み、約75%が農村に住んでいた。1850年代初頭、工業化や都市化の遅れた東方から、より発展していた西方へ人口が流動するオストフルフトが起きた。1870年代、地方都市の産業化が進展すると、その地方内でのラントフルフトの方が,が見え始めた。 この時点でもまだ64%のドイツ人が農村地域に住んでいたが、その割合は1907年の時点で33%にまで減少した。プロイセン王国領の東プロイセン、西プロイセン、ポーゼン、シュレジジン、ポンメルンでは1900年までに160万人が農村地域から都市へ移動した。この元農民たちは急速な成長を見せていた。 都市工場労働者層に吸収された。1800年のドイツでは、工場労働者は10万人に満たなかったが、次の世紀の間に800万人にまで増加した。この大規模な人口移動の原因の一つとして、都市民と比較した相対的な農村地域の収入減少が挙げられる。この人口移動は、ドイツ農村社会と農業の構造に大きな変容をもたらした。 機械化された農業システムと移民労働者がより一般的なものになった。この傾向は特にポーランド分割でプロイ占領となったポーゼン州で顕著だった。こうして増加したドイツ東部のポーランド人の存在は第一次世界大戦後のポーランド回廊創設や第二次世界大戦後のポーランドのオーデルナイス戦意等併合の正当化に使われた。また、 農村地域の産業が従来の肉体労働を基本とするものから、量場管理のような比較的肉体労働の少ない産業へ転換する現象も一部で起きた。ありがとうございます。